内野西が丘駅は、新潟県新潟市西区内野西が丘2丁目にある、東日本旅客鉄道越後線の駅である。現在造成が進められている、住宅地、パレットタウン西新潟の開発事業の一環として、開設された。内野西が丘駅周辺は1970年代の、副大京平和大団地の開発などから急速に、宅地化が進み、 また1975年には新潟西高校が開校、4年後に内野小学校から分離した西内野小学校の開校など、現在に至るまで人口が増加し続けている。しかしこの地区は越後線が近くを通っているにもかかわらず、公共交通機関は新潟交通の路線バスだけしかなく、周辺住民は長年にわたって、 新潟市や国鉄、JR 東日本新潟支社に対して新駅の設置を要望してきたものの、なかなか実現に至らなかった。しかし1990年代後半、新潟西高校の東側にある水田を宅地として開発することが決まり、これに合わせて新駅の設置についても改めて検討がなされることとなった。2000年5月17日、内野制度地区が整理組合が、 新駅設置の要望書を JR 新潟支社に提出。その後新駅設置についての手続きが進められた。2004年2月6日、同組合が駅舎、駅前広場の建設費を負担する条件で新駅設置の施行協定が締結され、順次工事に着手。一般公募により、駅名、内野西川が4月16日に決定した。駅名決定までのは、 西高校前であった。古くから、新潟市の西の中心地として繁栄した内野の西に位置するほか、他には、ニュータウンの明るいイメージがあることから、これらを組み合わせた駅名が選ばれた。なお、西側の新潟県道2号新潟寺止まり線沿いの住宅地は、新潟砂丘の上に位置しているものの、当駅の施設や当駅開業とともに整備された。 新興住宅地は水田を埋め立てて造成された標高1から2メートルほどの低地にある短式ホーム一面一線を有する地上駅。線路西側に面してホームが設けられている新潟駅管理の無人駅となっている。ホーム入り口には簡易水下改札機と簡易式自動券売機2台までの年間乗車人員の推移は以下の通りである。無人駅については 発見データが正確に計上されないとして、2011年度以降の乗車人員データが非公表となった。上記の通り、駅周辺は約600区画を要する住宅地、パレットタウン西新潟。当駅はそのほぼ中心に位置している。ありがとうございます。